せませんが大きな拍手で応援してあげてください。手拍子、体から音を出す。はい、いきます。レディーファイト。さあ、よし、一気に距離を進めた。おっと、ラリアットは決まりました、ね、これは序盤から激しい試合展開ですね。あ、このフック、大きい手でダウンです。ダルーはもともとボクサーなんで打撃が得意なんですよね。なるほど、かなりこのナックルバット、かなり下半身安定してますね、やっぱダルーは。足をつかんだ、つかんだ、つかんだ、これはナック、あっと残念、まだまだお互い体力はある。なんかダルーはかなり動きが遅くなったんですが、力がかなり増してるように思いますね。かなり増してますね。そしてあの大きな手です。機動力、スピードが速い。サーガモ、あっ、タイヤが撹乱していきます。お、これサーガ掴んだか。サーガ投げ技が魅力ですから。そうですね。お、掴んだ、掴んだか、掴んだぞ、掴んだか。お、投げた、いった、スープレックス、これはいい。かなりワルーもパンプアップしてますけど、関係なく投げますね。サーガ堂々の投げ技のスタイルでございます。サーガはこの投げ技で世界を取ってますから。17度の防衛、また掴みに、あ、しかしカウンターでラリアット。これは大丈夫ですかね。なかなか悪い、なかなか力がかなり増してますね。かなり増してますね。これちょっと試合展開分かりませんよ。サーガあんなワンパンチで吹っ飛ぶことないんですけどね。ただサーガ選手かなりこう機動力で後ろを取ろうとしている、ね、ただ正面から行くと分が悪いっていう感じですかね。サーガはただ悪い選手もあの大きいタイヤがありますからね。そうですね、かなりある機動力を補っているんじゃないでしょうか。あと正面取った、正面から取った、正面から取ったか、掴んだか、いけるか、いけるか、掴んだ、いけるか、あー、重たい、腰が重い、悪い、かなり重量アップしてるんでしょうかね。ちょっとサーガが困惑してるように見えますが、バック取った、バック取った、バック取った、誰か、誰か、しかし逃げる、しかし逃げる、しかし悪いのローラーがいい感じに効いている。なるほど、あー、なかなか悪い、いいですよ、これ極悪指導、背面からの攻撃です。これちょっとサーガ12年間無敗なのに、ちょっとこんな試合は 見たことがない。ちょっとこれはサーガ不利な試合展開だ、決めない、これは分からないぞ、どうなる、なかなか、さあ本日歴史が塗り替わるのか、どうなる、ちょっと苦戦してますよ、ちょっと苦戦してますよ。さあサイド取った、サイド取った、スタンサイド2点掴んだ、どうしようか、いけるか、いけるか、あ、残念、おっと、ここまで苦戦しサーガ初めてだ、大丈夫か、これはどうなる、これサーガ選手自身結構ショックなんじゃないですかね。いや、ちょっと今攻めあぐねている状態ですね。やっぱりこの正面からいくとまずいんで、サイドポジション狙いですよね。サイド、サイド取った、サイド取ったか、どうなる、投げ、投げられか、あ、重い、重いか、あれですね、あの足が太くなったんで、はい、あの手が回らないんですよね。なるほど、つかめない、サイドから持っていくのは不利か、そういうことですね。どうするんだサーガ、これは見え、ただパンチはしっかり見えてますね。これはしっかりガードできています。さあパンチはやっぱりクラッチ、サーガ投げるためには手をちゃんとクラッチしないと。そうですね、あの腰をどう掴んでいくかが、さあ掴めるか、掴めるか、掴めるか、これは首からいきましたね。今手と足を巻き込みながら投げましたね。これは受け身が取れないですからね。ちょっとあの足を逆関節方向に力を、あっと、もう一回後ろから、もう一発いくか、投げれるか、いけるか、ああ、残念、この手と足を一緒に巻き込んで投げると、あのワルーはちょっと足に相当負担がかかるんで。なるほど、むしろ重量が増した分足への負担が強い。そうです、あっと、すごい危ない、あ、これはちょっと引き込んだ感じになりますね。これはですね、まだまだいける。さあ4分が経過しました、あと6分ですよ。さあ試合も中盤戦に突入しております。さあこのサーガのクラッチが強いんで、あんまり耐えすぎるとワルーもですね、この足に負担がかかるんで。そうですね、あっと、これはいったか、あー、投げた、上手投げ、上手投げ決まりました。そう、細かい投げでしっかり体力奪って、そうですね、はい、あの巨体ですからね、倒れるだけでも相当なダメージになるんじゃないですか。いや、悪いも結構これあの負担というか、各関節に、そうですね、あのサーが投げる時のこのクラッチする力ってものすごいんで。なるほど、それを耐えてるんでだいぶ負担かかりますよ。おっと、おっと、これは大丈夫か、かなり膝に来ているか、ちょっとスタミナが、しかし立ち上がった、立ち上がったということはサーが、サーがの
あーやっぱ強い、ワンパンチが強い。これはしっかり、ちょっとサーがこんな簡単に投げられるのは見たことがない。なるほど。さあ王者サーがどうなる。おっと、水面蹴り、水面蹴り効かない、重い。さあ5分経過、5分経過、残り5分です。強烈な水面蹴り、普通でしたらダウン取れますもんね。これちょっとサーダもスタミナがちょっと切れてきたかもわかんないですね。サーダではないです。これちょっとしっかり距離を取って、そうですね、お機動力で、機動力で拡散してるか。いいですよ。おサイド取った、サイド取った、サイド取った、いけるか。足がつかめ、あー、クラッチが甘いか、いけるか、クラッチが甘い、甘いか、いけるか。あー投げない。やっぱちょっと足がだいたい太ももがものすごい太くなったんで。そうですね。しかしサーが諦めてませんよ、これは。そうですね。まだまだいける、いけるか。さあ、正面から掴んだ、掴んだ、掴んだ、いけるか、いけるぞ、これは。投げた。あー、これ悪い、危ない、危ない。そうですね。あの体重から直接右肩から落ちましたからね。かなりの、やはり自分の体重が重くなった分、転倒するとですね、そうですね、かなり負担が大きいですよ。投げられづらくなったものの、投げられると痛いというところでございましょうか。さあただ悪い、ちょっと受けてばっかで、ただ攻めがあんまり、このサーブだけなんで、こうやってサーブが倒せるのか。さあサイド取った、サイド取った、いけるか、ちょっとクラッチが甘いか、あー、ダメだ、ダメだ。やっぱこのクラッチできるかできないかですね、サーガは。かなりクラッチの時点で足をガッチ掴んでますから、ね、そうですね。もうかなりそろそろ膝にも来てるんじゃないでしょうか。あ、危ないですよ、ワルーンも。さあ試合も後半戦、後半に突入しております。さあいけるか、いけるか。さあ最後取った、さあ最後取った、掴んだ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 、あー危ない、残念。なんとかタックルを切っていく。さあどうで、あっとっとっと、引っかかっている、ブレイク、ブレイク。このサーガの猛攻に悪いはどう出るか。残り時間3分、これ引き分けだと大谷さん応援ですよ。悪いも攻めないとダメです。これこれはどちらを応援するか、かなり迷うところですね。悪いも攻めないとサーガには勝てません。受けてばっかりだと。そうですね。さあ巨体の悪いに対してサーガが機動力で攻める。引き分けだとサーガの防衛になってしまうんで、防衛になってしまいます。あとちょっとクラッチが甘いか。さあここ一旦離す、一旦離す。距離を取るか、距離を取るか。サイドポジションを取って太ももをクラッチしていくっていうのが。そうです。ああちょっと遠い。悪いもかなり立ち回りうまいですね。そうですね。さあどう出る、どう出る。お、これ打撃でしっかり。さあ、さちょっとサーガも、サーガもちょっとだんだんか。いやこれはさあサイドポジション、サイドポジション取ったか。いけるか、いけるか、クラッチした、クラッチした、クラッチした、いったいったいった、いった、投げるか。よー、投げた。あー裏投げ、裏投げしっかり決まった。これちょっと悪いも、これ体重も重たくなった分転倒すると、ね、おっと大丈夫か、これ大丈夫か。なんかちょっと嫌な音が悪いから、かなり今のはダメージ、裏投げしっかり入ったんじゃないでしょうか。2分です、あと2分、あと2分です。チャンピオンどう攻める。引き分けイコールサーガの勝利になっちゃいますよ、このままだと。しかしサーガここで引くような、そうです、守ってはダメだ、こちらではない。さあまた両力で背後取りに行く。サイドポジションいけるのか、バック取った、さあ掴めるか、悪いが、おお、いけない。こうしっかり様子見てますね。悪いのパンチが効いてるんですが、ちょっとこの機動力に翻弄されてる感じ。そうですね、このローラーダッシュで近づけるというのがいいところですね。そうですね、まあ、このサーガーこの機動力をうまく使っていかないと。さあバックだ、バックだ、ラッキー、バックだ、ラッキー。チャンピオンがチャンピオンたるゆえを見せられるのか。さあ足の中掴めるか、掴めるか、強いぞ、サーガいけるか。前を抜く、しかし追っかける、追っかける、掴め、あ、足首掴んだ、いけるか、あー、あー、これはかなりボディに負担かかってますね。残り時間1分、1分です。さあここで立ち上がれるのか、悪い大丈夫か。おっとなんかジー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 、悪いが音がするが大丈夫か。さあ立ち上がった、立ち上がった。さあ1分、あと攻めないと悪い、これ勝てませんよ、これ勝てませんよ、これかなり時間も迫っている。さあどう攻める、どう攻めるか。サイドポジションを取らせない、悪い。サーガも投げたい、投げたいぞ。残り時間30秒、いけるか、いけるか。さあサイド取った、サイド取った、いけるか、投げるか。クラッチできていない、投げた。さあスタミナが大丈夫か、どうなる。さあ悪い立ち上がるか。さあ残り20秒、かなりちょっと膝に来ている様子がありますが、いけるのか、いけるか。さあ
ったか、残り時間10秒さあどうなる、さあ最後の投げ、最後の投げ、ラストチャンス、ラストチャンス、ラストチャンス、投げろ、いけるか、いった、これは決まったということで引き分けなんでですが、王座はサーガの防衛ということで、サーガが王座防衛いたしました。しかし引き分けっていうのはちょっとちょっと不完全燃焼ではないでしょうか。サーガ的には不完全燃焼ですが、サーガが勝ちきれなかった試合っていうのは初めて見ましたね。しかしこちらで防衛が成功ということでございます、はい、選手権試合引き分けはイコール王座防衛でございます。これをもちましてサーガ選手の17度目の王座防衛になります。拍手をお願いいたします。ちょっと不本意な戦いがありましたが、不本意な防衛ですかね。しかしそれだけ悪い選手が力をつけてきたということではないですか、はい、まあ、悪いも今スタミナが切れてもうぐったりと、ね、大の字にリング上横たわっております。はい、それでは